2014年4月にオープン。半年後には入館者数が20万人を数えた東京日本橋にある福島県の首都圏情報発信拠点、日本橋福島館、愛称はミデッテ。福島の美味しいやすごいを集め、福島の今と魅力、元気、活力を首都圏の皆さんにお届けしています。さっきここ通ってあれと思ってちょっと入ってみたんですけど、こっちにはないものがいっぱいあるんで、ちょっと娘トマト好きなんでトマトジュースだとか、ちょっと浪江焼きそばなんて食べに行くことはできないんで、ちょっと家でやってみようかなと思って。ちゃんと検査もされてるわけですし、まあ皆さん一生懸命いいものを作ろうとされてるわけなので、まあ、どっちかというと、まあ美味しければ積極的に買おうかなぐらいな。同じ首都圏にお住まいの皆さんに福島県産の食材の魅力を直に味わってもらおうと、福島応援シェフ交流会が開かれました。福島の食材の魅力を余すところなく引き出すのは福島応援シェフ。福島県産品を活用して消費者にイメージアップなどを図ってもらうため、パティシエや料理研究家などを含む調理人たちがイベントへの参加やメニューの考案に協力しています。今回腕を振るっていただく富澤シェフもそのお一人。やっぱり現場に行って見た時にそういうふうに、あ、これは何かしなきゃなっていうのは、やっぱり皆様ね、やっぱり食材はね、すごく美味しいんだと。だからその風評被害さえなければ、だからその後にも、その前にもそうですけど、すぐ始められましたよね、あの検査するとかですね。だからもう皆さんは分かっているんで。この日提供される福島県産の食材は、柳川のぶどう、いわきのトマト、会津地鶏。福島県の人たちが一生懸命自分たちの作っているこだわり、あとは前線に対するその取り組み、こういうものをみんなの前で一人一人が一生懸命それを伝えることによって、周りからそういう影響を受けて、で信じてくれて、初めて安全に安心に変わるのではないかと思います。この日の交流会では福島県認証ブランド産品にも選ばれた地酒も振る舞われました。福島の食材を使った一体感のあるこの日の料理は全部で5品。お料理も美味しいし、やっぱり安心して召し上がれるっていう、いろんな説明聞いて、なんか本当に気持ちが伝わって美味しいです。こういう料理もあるんだなと思いまして、もう新しい、まあ、化粧というかですね、まあ、見せ方がこういう一つで、さらに美味しく、見た目でも美味しくっていうことだったので、はい。丹精込めて育て上げた食材はシェフの手によって新しい命が吹き込まれ、会場は見る楽しみや食べる喜びに包まれます。自分たちがやっている会津地鶏が皆さんに美味しいって言っていただいたんで、本当にホッとしてます、はい。季節ごとの魅力にあふれる福島県産の食材はプロも認める美味しさです。安心安全をお届けするさまざまな努力や工夫を重ねて生み出され、皆さんの食卓を彩り、笑顔を作る力のもととなっています。